ペルセウス、もはや逃げ隠れはできん。父ゼウスを裏切った罪の重さ思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、神は本気がうかがえるな。ペルセウス殿、ご安心を。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。腕輪のありかはアテナが守っている。守り固そう。南北には諸君の将が陣取っている。手薄な中央を進めば戦いは避けられそうだ。彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。つらいが中央は避けて進もう。お前まで。かまわずいにゃ。このままじゃ挟み撃ちにされちまいますで。ここは軍を二手に分けよう。我らは南から進軍するぞ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。では私が何とかしよう。君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。私が君一瞬で返事ですか。ねえ観測、本当に戦っちゃっていいの？だってすごく辛そうだし。の分際で神を裏切れとは。神の勝手に人を巻き込むわけにはいかない。先に腕をさせるか。見事な腕だな。いえ、あなたこそ素晴らしいものの筆いらっしゃる。超支流参る。辛くないといえば嘘になる。だからこそ将軍殿だけに背負わせるわけにはいかないんだ。観測、そんな顔見てられないよ。神の力、この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。今の力が目覚めた。全軍ここへ集え。腕輪を奪い返すのだ。すごい、なんて強いんだ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。敵の皆雪村殿の元へ向かっている。このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めねば。雪村様の元へは行かせない。敵も味方の腕輪に集まる。餌にも網にも腕輪を振る。そこはコント。真田の戦ご覧あれ。おお、よくやってくれた。なんと素晴らしい武人だ。こんな出会い方でなければきっとあなたこそその熱き闘志、我が魂に響きました。もののふの意地ここに示さん。なんだか重い戦いだな。もし雪村様が家族と戦うことになったら、考えるのやめよう。私はただの忍び、黙ってお役目を果たすだけ。雪村様
くやってくれた。ここに示さん。モノノフの意地、ここに示さん。ここは一旦引く。どうにか撃退したか。ええ、腕輪も獲得できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情がある。どうにかできないだろうか。